SCP-2846-A と交戦中の SCP-2846-B、追跡中の SCP-S プリステンが背後に見える。アイテム番号 SCP-2846。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-S プリステン SCP-S ニコライに乗艦している機動部隊タウ、11、缶切りの隊員は活性化している SCP-2846 の活動エリアの境界を維持してください。SCP-2846-A が出現する事態となった場合、機動部隊タウ、11はケンジントン・イコールベリーマン型光子術力送信装置を使用して SCP-2846-B と通信を行い、SCP-2846-B が光線状態に入るまでコンタクトを取り続けてください。機動部隊タウ、11の第1目標は SCP-2846-A 及び SCP-2846-B の民間人との接触を最小限とすることです。両方の個体のいずれに接触しようとする航海中の船舶は、SCP-S プリステン、スクプス・ニコライによって拿捕し、エリア外へ移動させなければなりません。機動部隊タウ、11隊員は接触した船舶の乗組員すべてに対し、SCP-2846-A 及び B の知識の程度に関係なく、C クラス記憶処理を実施しなければなりません。任務中の SCP-S プリステン SCP-S ニコライの艦長は SCP-2846-B の要求に応じて SCP-2846-A に対して砲撃を行うこと。および SCP-2846-A が民間船舶に接近することを防ぐための完全な権限が与えられます。加えて、SCP-2846-B が民間船舶または財団艦艇に対する攻撃的行動を取った場合、戦術核爆弾を起爆させてください。説明 SCP-2846 は大西洋湾岸部で発生する複数の現象の総称です。SCP-2846-A はタコ状の巨大な水生星の個体1で、現在は体長は少なくとも推定955-990mです。この個体は湾岸部で暴風が起こっている際に深海から出現し、民間船舶、特に巡航定期船や商船を攻撃します。民間巡航船を攻撃中の SCP-2846-A。画像はウェブサイトナイツ・オブ・トールースより回収し削除。SCP-2846-A の攻撃は散発的で、しばしば急に、事前の警告なしに行われます。大西洋湾岸部の財団は合衆国海軍の深海レーダーを利用し、SCP-2846-A の出現をより正確に検知しようとしていますが、平均して5分程度の準備が必要です。SCP-2846-B は大型の艦で、SCP-2846-A が出現した際に現れます。この艦はペンシルバニア調度級戦艦のような外見に押しており、これも SCP-2846-A の発生場所に現れる直前に、深海から現れます。この船舶と SCP-2846-A との交戦、及び SCP-2846-A の反撃が常に観測され、二つの個体は SCP-2846-A の体が破壊されるか行動不能となるまで戦闘が続き、その後二体は再沈降し、次の発生まで姿を消します。この間はビデオや写真撮影ではもやがかかったように映り、目撃者も、蒸気のように見える、と表現します。特に SCP-2846-B の武装から放出される発射炎は緑がかっています。SCP-2846-B の乗組員の外見で現れる個体については、SCP-2846-B1-915 と呼称します。ホイ 2846.1 歴史的資料。SCP-2846-A は数千年前から存在する可能性があると考えられますが、それを裏付ける情報はほとんどありません。ある生物の最も古い目撃記録は、SCP-2846-A の特徴が古代アイスランドのサガ、オーバー、オドア、で称述される、ハフグファという名の巨大な海生生物の描写と一致します。
言語からの翻訳、今かの二つの怪物を語らむ。一つはなお、海月切、と言い、今一つはなお、ツツジの瀬、という。ツツジの瀬、は、この世で最も大きなクジラなれど、海月切、は視界で最も巨奇な怪物なり、人、船、クジラさえも、届けばあらゆるものを飲み込むさがなり、財団職員による SCP-2846-A の最も古い記録は1905年にレギナルド・フォン・アレン提督によって書かれたものです。私はこの日とんでもないものを目撃した。怪物だ。我々の船の3倍は大きく、海の深いところから浮かんできた時にはその長い触手に一頭のクジラを絡み取っていた。その向こうに別の船が見える。黒い旗を掲げ、その航跡に煙が渦巻く一隻の戦列艦だ。我々はその乗組員に信号を送ったが、我々が交信できるようになる前に波の下へと消えていった。ホイ 2846.2SCP-2846-B1 との交信。1935年5月7日、SCP-2846-B が事前警告なく SCP-S ヒルデガルドの付近に出現したため、呼びかけを行った。この艦は接近し、SCP-2846-B1 がヒルデガルドのデッキに降り立ち礼、ハンソン艦長と会話した。会話は当社者によって記録したものを下記に掲載する。会話記録、日付1935年5月7日。質問者 SCP-S ヒルデガルド艦長、礼、ハンソン。回答者 SCP-2846-B1。記録開始、ハンソン艦長では、記録の初めによろしければ名前をいただけないか。SCP-2846-B1 杯。デイッド、トマス、ジョーンズ、ロイヤル、ネイビー所属であります。ハンソン艦長それで、気づいていたのか、我々の ?SCP-2846-B1 杯。それについて考える時間が十分にありました。ハンソン艦長よろしい。どのような目的で機関らはここに SCP-2846-B1 を恐れながら、少ない事柄を手短に説明せねばならないと思います。話は長いですが、しかし正確に話そうと思います。ハンソン艦長続けてくれ。SCP-2846-B1 本艦と本艦は女王陛下よりアメリカ沿岸部に出現し商船を攻撃する怪物を追跡し撃破した後、イングランドへ帰還せよと指令を受けています。現在、これが標的について本艦の知る限りです。我々は1685年にハバナを出港し、秋にこの海域に到着しました。怪物を狩るに適した時期を過ごし、その時は、あの怪物と交戦するまではクジラのようなものを狩るのだと考えていました。ハンソン艦長トート艦は SCP-2846-A という個体のことを言っているのか？ SCP-2846-B1 は、その以下であります。あの怪物に対して我々の準備は貧弱でした。45門の砲と20門の捕鯨砲、200人近い乗組員がいましたが、一夜にしてあの悪魔に打ちのめされました。あの化け物の腕の一振りで、我々は皆、海に投げ出されました。ハンソン艦長どのようにして現在の状況に至ったのか？ SCP-2846-B1 我々が海に沈んだ時、私の体が冷たくなり、まるで海の底から冷たい手が伸びてきて私を包み込むようでした。私は、1時間なのか、数分なのか、それとも1年なのか、どれほどの間そうしていたのかわかりませんが、気がついたら暗い岸辺にいたことを覚えています。はじめは我々は海岸に漂着したのだと思いました。しかし、私の傷は一切消えていました。SCP-2846-B1 の言葉が止まる。SCP-2846-B1 どれほどの時間、その海岸を歩き回っていたかわかりません。海に捕らえられてしまった船乗りたちの魂が行き着く、海の底の金庫の中がそういうところであるという話を私は聞いていました。私は数千年は彷徨っていたに違いありません。毎日が昨日より長く感じられました。ある日浜辺で一人の女性と出会うまでは、ハンソン艦長その女性について詳しく話せないか？ SCP-2846-B1 杯。彼女は小麦色の肌で、その黒髪は地面の足元に届くまで伸びていました。
私は彼女に名前を尋ね、水をくれないかと頼みました。彼女は自分をカリプソだと名乗り、喉の渇きを癒してやると言いました。彼女が水に入ると、手桶一杯の真水を持って戻ってきました。あの時ほど水を飲むのに熱中したことはありませんでした。その間、女神は私に語りかけました。ハンソン艦長女神 ?SCP-2846-B1 杯。カリプソは自らが海の女神、深海の庇護者にして波の母であると私に言いました。遥か太古、彼女はネプチューン神と、大怪獣、レイアタン、どもが自らの王国としている太陽の底へと潜り、奴らをかつて二人の父ウラノスが這い出してきたタルタロスの深淵へと叩き落としたと言いました。またネプチューンは去りましたが、彼女だけは残って深淵を見張り続け、その封印が弱まり始めているとも言いました。SCP-2846-B1 の言葉が止まる。SCP-2846-B1 一体の巨人がずっと昔に逃げ出したと言いました。イアペタスというのがその巨人の名で、そいつは凄まじい怒りを発し、自らを最も邪悪な海の怪物の姿へと変えました。それがあなた方が SCP-2846-A と呼んでいる怪物です。ハンソン艦長なるほど。続けてくれ。SCP-2846-B1 そしてカリプソはこの逃げ出した巨人が力を蓄えた後にタルタロスに戻り、封印の礎をこじ開けて巨人の同胞たちを解放しようとすることを恐れていると言いました。怒ってはならないことです、と彼女は言いました。この古き神々が解き放たれることは、人類の終焉を意味します、と。私は彼女が人々に対してどのような責任を負っているのかを尋ねました。神、と巨人たちの間の問題は決して人間を巻き込んではならないことになっているが、傲慢な巨人たちは地上にタルタロスを築こうとしており、地上のあらゆる人間が危機に陥ると彼女は言いました。SCP-2846-B1 の言葉が止まる。SCP-2846-B1 私がイアペタスを追跡し、他の悪魔を押しとどめているうちに、自分は他の神々に応援を求めることを彼女は私に提案しました。代償として、私は節を得ると彼女は言いました。その提案については深く考えず、暗い海岸を歩き回ることばかりで頭がいっぱいだったので私はうなずきました。次に記憶に気づいた時には、私は乗組員たちと共にこの、フライング、ダッチマン号、に乗っていたのです。ハンソン艦長よくわかった。しかし、まだわからないのは、なぜ今日はこちらに答えてくれたかだ。SCP-2846-B1 艦長殿、私は長年あの怪獣を飼ってきました。あの悪魔を追い、世界の果てへ行き、悲願を越え、あの岸辺をさまよいうろつき歩きました。しかしあの巨大イカはただただより大きく、より強力に、より乱暴になるばかりです。私も部下たちも死ぬことはありませんが、できることが多ければそれに誤したことはありません。我々が行動を起こさなければ、イアペタスは我々を圧倒し、打ち負かすでしょう。女神カリプソと話してから長いこと経ちましたが、ずっと言葉をいただいていません。そこで、今度はあなた方に話しかけたということです。ハンソン艦長何を要求するのか ?SCP-2846-B1 艦長殿、大きな船を一ついただきたい。記録終了。財団職員によって徴用される以前の USS アトランタ。ホイ 2846.3SCP-2846-B との協調の試み。ハンソン艦長と SCP-2846-B1 との談話を受けて、財団は協力者に心臓のペンシルバニア浄土級戦艦を徴用し、SCP-2846-B1 に供与することになりました。最終的に、USS アトランタが合衆国海軍の指揮下から接収され、全製造記録がま付けされました。本艦はキューバにある財団の海洋施設から 15km の地点に沈んでおり、浮上まで30時間を要します。SCP-2846-B はかつてのアトランタよりも大型化、重武装化していますが、両者をつなげる面影は残っています。サイト、23責任者Jカルイン、クーリッジと SCP-2846-B
2846B1 の同意の一環として、SCP-2586-B の船体の全体に大きなダメージを与えることができる発火装置を装着しました。これはその後取り外され、機関部内に戦術核爆弾を設置することになりました。この装置は SCP-2846-B が民間または財団の船舶に対して攻撃行動を取る可能性を抑止する意図ですが、現在に至るまでそのような事態は発生していません。ホイ 2846.4SCP-2846-C レベル4 2846クリアランスが要求されます。権限コード承認。SCP 財団。セキュアメールサーバー、日付2013年02月4日。宛先、差出人、タイトル 2846C か?ウィリアムからのメッセージを君がもう見たか走らないが、我々はあれを発見した。27.438374-56.173477 の窪地に、巨大な金属製の物体が蓋をしている。数トンの岩塊にうずもれていたため、これまで我々は所在を突き止めることができなかったのだ。C。N ユーザーズ N 破棄 N デスクトップ N IMG N 添付画像2846-12-3-2014-240 ピング。最後にあのオーイカが浮上した時、我々はプリスティンに強力な発信機をやつに埋め込ませた。潜水艦一隻に可能な限り追跡させたところ、発信機が停止した。およそ5回の発信を行ったが、そこでソナーは停止状態になった。いずれにせよ、あの大イカはここに戻って岩をどけようとするだろう。周辺エリアの映像から、ここ100年かそこらでほとんどの岩を動かせるようになる。あまり時間は残されていないということだ。その他知っていて欲しいこととして、この下部に何か非常に巨大で、高温の物体がある。4500K以上の温度のようだ。どうしてこの蓋を溶かせないのかはわからないが、そこに降りていけば水温は劇的に上昇し、金属板は灼熱している。もしこれが彼らの言っているものならば、より強い手を打つ必要があるだろう。これは XK レベルの状況下であるかもしれないとは言いたくないが、おそらくそうなのだ。どっちにしろ、君の部署には周知させておいてくれ。それとどうすると決めたかも。例。事件ログ 2846.672014年9月17日、レベル4、2846クリアランスが要求されます。権限コード承認。削除された地元ニュースの映像。SCP-2846-B の砲撃のはっきりとした姿が見える。2014年9月17日1800時頃、スクプスプリス県に上官中の財団職員が高速移動しながら深海から浮上し始めている物体を発見しました。エリオット、マクネア艦長は SCP-2846-B に対し警告指令を発し、予測出現地点へ進路を取りました。以下の記録は、SCPS ニコライ及び SCPS フォン、ヒンデンバーグに上官していた職員によって事件後収集されたものです。これらの記録で詳細に言及されている事件の調査は現在進行中です。殉職報告がなされた全職員にはその働きに対して死後検証が与えられました。事件ログ2846.67-2014年09月17日。スクプスプリス県、艦長エリオット。マクネア。記録開始。1756SCPS プリス県、ナッソー方面へ移動中の水面下の巨大生物を追跡開始。進路は新西175度。1759SCP-2846-B と無線交信。信号は受信され返信あり。1805SCP-2846-B プリス県付近に浮上。2隻ともに追跡状態に。1808SCPS プリス県に観測不能の先制攻撃が命中。船体が反時計方向に25度旋回。1809SCPS プリス県クルーが船体の下に無数の目が現れすぐに見えなくなったと報告。被害を調査し、プリス県元の進路へ戻る。
ヒト8101SCP-2846-B から標的が我々の速力より勝ると無線報告。ヒト8-2SCPS-ニコライ及び SCPS-フェルディナンドに対し応援の無線通信。ヒト8-3スクプス-ニコライ及びフェルディナンドよりエルーセラ島を立ち 24.972268。マイナス 76.016181-81 へ向かい移動開始と返信あり。ヒト8-8SCPS-プリス-10再度観測不能の力を受ける。ソナーに被害。追跡は目視観測のみに。ヒト8-2マル財団司令部より SCPS-プリス-10に対し無線通信で警告。直下の巨大な水中生物が衛星画像より視認できると。ヒト8-2ヒト SCPS-プリス-10再度攻撃を受ける。クルーより右舷船体軸に被害報告。ヒト8-2 4SCPS-プリス-10浸水始まる。クルーが艦の下に漂う、無数の目、を観測したと報告。ヒト8-2 5船体への重大なダメージが報告される。ヒト8-2 9体艦命令発令。救命艇投下さる。ヒト8-4 5財団司令部とスクプスプリス10の接続がロスト。ヒト8-4 5搭載された核爆弾の起爆が承認される。ヒト 8-4 6SCPS-プリス-10、ロスト確認。記録終了。事件ログ2846.68、2014年06月17日。スクプスニコライ、艦長セバスティアン、A、ハマースミス。記録開始。ヒト8-3 0スクプスニコライ、スクプスプリス10の対艦命令を傍受する。待機命令下る。ヒト8-3 9長距離望遠鏡により SCP-2846-B の接近確認。SCPS ニコライ及び SCPS フェルディナンド、フレア発射。ヒト8-4 0財団職員、ナッソーにて退避運動を確認。ヒト8-4 5クルーが水平線上の爆発の確認を報告。財団司令部が SCPS プリス10のロスと確認。ヒト8-4 7スクプスニコライ、接近する水面下の存在に対し主砲等軍指向。ヒト8-4 9対象破壊、SCPS ニコライ、確認のため SCPS フェルディナンドへ無線連絡。ヒト8-5 0 SCPS フェルディナンド、対象が SCP-2846-A でないことを確認。ヒト8-5ヒト情報がスクプス、2846-B へ中継さる。SCP-2846-B、進行し進路変更。ヒト8-5-4新たな存在が射程範囲内に出現。速度、大きさ、進路より判断し財団司令部、SCPS ニコライ及びフェルディナンドに砲撃命令。スクプスギャリソン、ガリソン、が接近中であることを確認。ヒト8-5 5スクプスニコライ及びフェルディナンド、対象に砲撃開始。ヒト9-0 0スクプスニコライ、対象の撃破を確認。ヒト903財団司令部、SCPS ニコライ、フェルディナンド、及びギャリソンに対し 27.438374。マイナス 56.17347477 への移動と SCP-2846-B との合流を指示。ヒト905スクプスニコライ及びフェルディナンド、 27.438374-56.17347477 方向へ進路変更。ヒト9ヒト3SCP-2846-B より SCP-2846-A の出現確認の無線。対象は、データ削除、の撃退を試みる。SCP-2846-B より応援要請。ヒトキユーヒト4スクプスニコライ、進路確認し予想到着時刻を報告。財団司令部、確認し命令をスクプスフォン、ヒンデンバーグにスクプス、2846-B の支援命令。ヒトキユーヒト6スクプスニコライ、スクプスプリス10のロスト地点へ進路変更の新たな命令受ける。スクプスフェルディナンド、随伴する。ヒト95にスクプスニコライ、スクプスプリス10の破壊を確認。奇妙な色の水面を報告。ヒトキユー55スクプスニコライ、生存者捜索命令を受ける。記録終了。事件ログ2846.69、
2014年0月17日。スクプス・フォン・ヒンデンバーグ。艦長ピーター・ジェイ・アンダービルト。記録開始。ひとき夕人 5SCPS フォン・ヒンデンバーグ、スクプス、2846-8の交戦命令受ける。緊急非常態勢発令。ひとき夕二丸ジェット機、スクランブル発令。ひとき夕二四防火板がロックされる。武装の10インチカノンが発射準備完了。ひとき夕三丸 SCPS フォン・ヒンデンバーグ、搭載コンピュータが海水温度の変化を警告。ひとき夕さんに水中マイクロフォンが落ち方からのゴロゴロといった音声を検知。財団職員が配置されているのはもう音声を確認。ひとき夕さん 5SCPS フォン、ヒンデンバーグ、長距離望遠鏡により SCP-2846-B の接近を確認。ひとき夕さん7ソナーが水深300メートル地点に SCP-2846-A を検知。ひとき夕さん 8SCP-2846-B 沈降。ひとき夕45 SCP-2846-B 浮上。SCP-2846-A が絡みついている。ひとき夕46 SCP-2846-B SCP-2846-A 砲撃。ひとき夕47 SCP-2846-A SCP-2846-B から離れ、潜水開始。ひとき夕48 SCPS フォン、ヒンデンバーグ、SCP-2846-A に対し全訪問開く。ひとき夕4機 USCP-2846-B SCP-2846-A に対し全訪問開く。2000ヒト SCPS フォン、ヒンデンバーグ、砲撃停止命令。2004スクプス、2846B、沈降。2000ヒト2 SCP-2846B、SCP-2846A の消失を確認。2000ヒト5財団司令部、スクプスフォン、ヒンデンバーグに対し祈祷命令。2000ヒト5警報解除信号発令。2023 SCP-2846-B 浮上。スクプスフォン、ヒンデンバーグと交信開始。2004二命令受信。スクプスフォン、ヒンデンバーグ、ドック液等。2043スクプス、2846-B 沈降。記録終了。指揮官の覚書き SCPS プリスティンが破壊した正体不明の存在の起源も、SCPS ニコライ及び SCPS フェルディナンドの破壊したものも不明である。これらすべてが海の底から現れたことを除けば、SCP-2846-A とほとんど似ても似つかない姿で、明らかにより小さいということに気がついた。これまでで知られているように、SCP-2846-A は民間船を攻撃しており、おそらく、現在 SCP-2846-C と呼ばれる地域から排除し続けるのに必要な強さを得るためにこのようなことをしている。SCP-2846-A はそれ自体が危険だが、SCP-2846-B の支援の下でそのまま対処できる。しかし、複数の存在は複数の標的、複数の船を意味し、SCP-2846-B は常に SCP-2846-A を監視し続けなければならない。スクプス・プリスティンの喪失により、また一隻の戦艦がダメになった。これについてはジョーンズ艦長と話したが、感傷的なことばかりを繰り返している。これらすべての状況のエスカレートは一つの頂点へ向かって高まっているようであり、もしここで何も用意をしないなら、その時が来た時我々は圧倒されるだろう。そのためにも、サイト責任者会議へ出席し我々自身のやり方をエスカレートさせる方法を議論することを要求する。これが財団大西洋艦隊の最優先目標である。リチャード、A グロスワルド提督。